こちら、サメさん英単語の授業がやってまいりました。本日591回目の今日の表現はインストゥルメンタル。サメさん、意味はどうでしょう。影響を及ぼすという意味でよろしかったかと思います。さあ問題は、なぜこのインストゥルメンタルが影響を及ぼすという意味になるのか。その意図はスペルですね。さあ皆さん、インストゥルメンタルをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れてません。というとですね、皆さん、インストゥルメント、楽器が隠れていますよね。ですから楽器、皆さんこれからイメージできる方いらっしゃるかと思いますが、皆さん楽器、楽器なくってですね、例えばアカペラで歌を歌ってる人、それも影響を及ぼす可能性は十分ございますが、歌手の声と楽器ですよね、音楽を奏でることによって人の心に影響を及ぼす、そういうことも十分可能性考えられますので、そのイメージから言っていただいてもよろしいかと思います。もしくは続い、つまりスペルですよね、そこから言っていただいてもよろしいかと思います。これですよね、インフルエンシャル。さあ皆さん、綴りをよくご覧になっていただきますと、共通点が多いですね。まずは IL、 そして これですよね。ですから、インフルエンシャル、影響を及ぼす、そこから皆さん、インストゥルメンタルの意味を押さえていただいてもよろしいかと思います。そして、皆さん、影響を及ぼすという意味を押さえることができましたら、そのインストゥルメンタルの右側の前置詞。さあ皆さん、パート5のあの4択問題、これで問われる可能性も十分ございますので、後ろの前置詞は何が来るか。いけそうですね。もちろん、in。そして右側に動詞をつなげるためには、前置詞の後ろですから、動名詞にする必要性がございますので、皆さん、インストゥルメンタル、in、ing。うにゃうにゃするという点において、影響を及ぼす。というふうに押さえていただいてもよろしいかと思います。ただし、なぜこの in が来るのかということですが、サメさん、影響を及ぼすという意味の熟語、プレイで始まる表現がありましたね。もちろん、これですよね。プレイヤーロール、役割を果たす。もしくは影響を及ぼす。影響を与える。実はこのプレイヤーロールの右側にくっつく前置詞も、インでよろしかったかと思います。ですから、こういうふうにつなげていただきますと、プレイヤーロールインのインですね。これを皆さん、インストゥルメンタルにつなげるのは難しくないかと思います。いけますかね。ということで皆さん、インストゥルメンタルと言われたら、影響を及ぼすですよね。楽器のところから言っていただいてもよろしいでしょうし、スペルのインフルエンシャル、これをヒントにしていただいてもよろしいかと思います。いけますかね。ということで参考になさっていただきます。幸いです。